で先のセッションでまあ先生方がおそらく初めて触れたであろう経史等という方材を使って私の提案する四段階のうちの三番目まで来ました。じゃ次の四番目、えー、それに類似ないし関連する方材を一緒に学ぶというステップに入ります。でここで経史等といえば一番関連が深いのが魔王湯と覚根湯という方材になります。では早速いきましょうか。 このちょっと太字になっている部分を少し注目しながら、見てください。まあ、感冒予症状であると。微熱か平熱である。それから、次の少量の発汗がある。これ、おさらいですが、何症でしたっけ。虚症<匠>。虚症でしたね。そうですね。警視塔症候群はこう虚症。この虚症であるところ、ちょっと強調しているんですけど。続いて、では、魔王島症候群とは。一般的に体力が。 あるもののインフルエンザ用症状の極初期で急激なおかん高熱があるが発汗がなく皮膚はサラサラしており全身の関節痛筋肉痛があり咽頭中、微重があるまあ確固なくてもよいこれが「麻黄と症候群」です。インンフルエンザを皆さん日常診療で経験しておられれば まあこんな患者さんたくさんいるよねって感じですねインフルエンザにおいてはつまりインフルエンザというのは非常に真音症候群とオーバーラップするかなり重なり合う病気なんですねもうさらに続いて葛根糖言っちゃいましょう葛根糖症候群とはさっきのケイシとヤマオトや真音の違いちょっと気にしながら見てくださいね一般的に体力があるものの感冒用症状の極小期で お寒発熱があるが発汗がなく皮膚はサラサラしており肩首に厳曲した痛みこわばりがありまあ、この肩首を先も言った後背部と表現しますけどでイン痛微重があるまあ、なくてもよいこれが滑筋痛ですそれぞれ共通する要素と違う要素がありますこの表のまず一行目軽視痛は さっきも強調したように体力は弱めのもの。一方で魔王島と葛根湯が相手にするのは基本的に体力が。あるもの。これがまず一つ違いです。で二行目の、まあインフルエンザ用感冒用症状の極小器、これは三つとも共通します。まあ魔王島の時に、あえてインフルエンザ用症状と表現して。えー、軽症と葛根湯で感冒用と言いましたけど。一色単にまとめて。そういうゆる、ウイルス性のこう急性や発熱,熱性疾患の初期と考えれば、一緒なんですね。 で熱の出方軽視島がこの熱の出方<ー>巨匠ってさっきおさらいしましたね、えー、おかんはあるけど微熱可変熱でとどまってしまうそれ以上高い熱を出せずにヘニョンと汗を出してそれでとどまってしまうこれが軽視島におけるその巨匠の現れ方なんですけど対して魔王糖滑根糖もしくは魔王と症候群滑光糖症候群においては熱が高くなります。えー、魔王カコンはもう 汗も一滴もかかないでとにかく熱を家に閉じ込めるだけの力を持っていて熱を高くすることができるのでお肌を触ると非常にサラッとしています対して汗に関してはケイシは巨匠なので熱を高く出し切れずに途中で汗をかいて熱を逃がしてしまうだからお肌触るとちょっとじとっと汗をかいている状態になりますこの点がケイシュトウとマオウカッコンとの決定的な違いなんですね だからそういう点ではマオトとカッコンとは非常に似通った薬ですで。今回は触れませんけど、小薬の配分を見ても共通するものばかりです。でカッコンとはマオトに対してちょっとプラスアルファの小薬が入ってると、そういう構成になってます。そのプラスアルファの部分がどこかというと、この表の5行目にあたる痛みの場所なんですね。マオト症候群における痛みの場所というのは全身です。 関節痛であったり筋肉痛であったりしますけどとにかく体中痛い実際インフルエンザの方ってもあちこち節々痛くてって表現されますねあれが魔王等症候群の出方なんですね一方でカッコン等症候群にかかってる人というのは体中痛いとはおっしゃいませんまさに首から肩のあたりが張った感じになりますまあ実際には患者さんが自分で気づいて